ありませんか？大丈夫。それに、ここはあなたのエンスフェロン内よ。怪我という表現は、身体に物理的な損害が加わった場合に用いる言葉で、この場合には。シオンさん。え？ももちゃん？なぜあなたまでコスモスのエースフェローに？悪者じゃない。民間人。メガネ、無表情、ルーリ、いろいろ取り揃えてきよったろ。おい、渋谷は完全閉鎖地区だぞ。こんなところで何をやってる？ちょっと、コスモス。ここは仮想空間ではなく、現実の世界です。それってどういうこと？ですから、先ほどの私の言動は、この状況下においては適切であったと考えられます。そこはいいから。じゃあここはどこなんですか？どこって言われても。何を言い争ってんだ。おい、フノーシス。そんな、何もう我慢できない。お前わかるのか？いや、多分そういうニュアンスかと。言ってろ。おい、ここは危険だ。避難するんだ。そんな、ここはエースフェロン内じゃ。さっきからわけのわからないことを。こいつらには攻撃が効かない。守ってやれないんだ。民間人は下がれ。お心遣い感謝します。シオン、ヒルベルトエフェクトを使用します。え、待って、コスモス。不確定な状況下では危険すぎるわ。現在の状況の方が危険であると判断します。シオンさん、私たちだけじゃなく、この人たちも危ない目に遭ってしまいます。さっきから一体何のことを話してるんだ。もう我慢しない。コスモス、ヒルベルト発動。了解しました。ヒルベルトエフェクト、へっ。
私に課せられた任務です。何？目標発見。また民間人が紛れ込んできおったのか。あの食い込み、どっかのコンパニオン？いや、身のこなしを見る限り素人じゃない。ターゲット目視します。サンプルデータと 98% 一致。目標確認。シンラのエージェントアリス・レイジ。情報通りだな。隣の小さいのは？サンプルデータと 100% 一致。センコ・シャオムと確認。では作戦を開始する。私は本部へ向かい、あの方と合流する。シンラのエージェント2人をこの街で足止めしつつ、データの特殊エネルギー感知。サンプルデータの存在しない不特定多数の個体に関してはいかがいたしますか？任意で排除しろ。了解。サンプリング開始。任務了解。任務を開始。Yes, sir. 待ちなさい。今度は何だ。千客万来、満員御礼じゃの。え？ちょっとあなたたち、ここは閉鎖都市指定を受けた場所なのよ。何をやってるの？それはこっちのセリフだ。そいつらは誰だ。そしてあんたは。私はチュンリー、 ICPO シャドル特別捜査官チュンリー。シャドル？シャドルだと。任務遂行の妨げと判断。速や判断同意。対象物。なるへそ。秘密結社シャドル。そこ過去壊滅したシャドルがなぜ俺たちを狙う。対象は明らかな敵意を持っています。状況が分かってないのに強気だな。この閉鎖都市らしく化け物も出てきてるのね。それも相手にしないと。任務を開始。レディーには気を。イエス。
渡せ。Yeah!
雪の発明も。任務を開始。